鳥取市販学校は第二次世界大戦中の1943年に鳥取県に設置された市販学校である。本校は鳥取県市販学校、鳥取県女子市販学校などの前身諸校を含めて記述する。小学校教員練習所、鳥取県鳥取公立市販学校島根県、鳥取公立市販学校、島根県,島根県松江市販学校鳥取県。 公立主犯学校、鳥取県立主犯学校鳥取県人城、市藩学校鳥取県市藩学校鳥取県城市、市藩学校鳥取市藩学校美浦家、武家門前身の鳥取県市藩学校から引き継いだ、鳥取市東町137番地の高地を使用した。第二次世界大戦後の大学昇格運動の中で、市内立川町にあった。 旧陸軍47部隊跡の取得を目指したが、鳥取農林専門学校も同地を所望しており、結局両校とも取得せず引き下がった。その後、鳥取市販、鳥取青年市販、鳥取農船、米子以来の合同による申請と鳥大学への昇格が決まり、本部校地は、その立川町の旧陸軍部隊跡に置かれることになった。1950年8月、 鳥取市藩学校の後ろ身、鳥取大学学芸学部は、東町から立川町に移転し、ついで1952年8月には、大学事務局も同地に移転した。1966年8月、教育学部は立川町から、現在の古山キャンパスに統合移転した。1985年には、付属学校も東町から古山に移転した。現在、 旧東町高知には県民文化会館や県立図書館が設置されている。ほか、1936年に市販学校校門となった三浦家武家門が残る。旧立川町高知は、山陽電機、コンシューマーエレクトロニクスに使用されている。前身の鳥取県女子市販学校から引き継いだ、矢頭郡国中村大和座区の寺の高地を使用した。1949年、 女子部は、鳥取市東町の男子部コーチに統合された。旧ヤズコーチは現在、元平設校の更新校、鳥取県立ヤズ高等学校のコーチとなっている。ありがとうございます。